ありがとうございます。マスの寿司を販売する源。駅構内の店舗では毎日およそ60個から100個のマスの寿司が売れています。マスの寿司の消費期限は製造日を含めて3日間ですが、期限の1日前になると店頭から下げることにしています。お土産とか贈答品とかで使用される方も多いと思うので、それに合わせて販売期限を24時間前にしています。安全に食べてもらうため販売期限が短いこともあり、売れ残った商品は廃棄、つまり食品ロスとなっていました。廃棄を出すことにもったいなさをすごく感じていて、下げる時もなんか誰かの口に入ればいいのになっていう思いもあって、そこで源が去年の夏から始めた取り組みがあります。こんにちは。こんにちは。すいません、お願いいたします。いつもありがとうございます。販売期限が過ぎた商品を無償で提供する取り組みです。マスの寿司を受け取ったのは柳町子ども食堂を運営する坪坂治さん。富山市東電磁方にあるコミュニティカフェカラフルで定期的に子ども食堂を開催しています。坪坂さん夫婦はこのカフェを拠点に廃棄される食品を引き取り、必要な人たちに再分配するフードバンクと呼ばれる活動も行っています。マスの寿司のようにお店や企業から出る食品もあれば、家庭で余った食品の持ち込みも受け付けています。お葬式でいただいたおせんべいとか、もらったけど食べきれないとか、買ったけど食べれなかったとか多いです。この日は富山生協から提供を受けた食品もありました。雪の影響で納品が遅れ、配達が難しくなった商品です。結構な量です、本当に。でもこれが破棄されるものかなと思うと、誰かの口に届くのは非常にいろんなことでウィンウィンじゃないかなと思ってるんで、ありがたいです。 SNS で告知をし、訪れた親子に無償で配ります。まあまあ賞味期限近いわ。はい、わかりました。どうぞ。ありがとうございます。子供3人いるんで、もうかなり助かってます。いっぱいいつもいただいてよく食べるんで本当助かっております。はい、最初本当に普通に子ども食堂をしてたんですけど、それがこうやっていろんな企業さんたちがこういうふうにフードバンク活動として協力してくれるようになって、本当に地域全体で子どもを育ててるなって感じがします。子ども食堂いうワードはもう行き渡ったと思うけど、困ってる人だけが行くところでしょと思われてる部分はすごい多いです、うん、そんなに重たい話じゃないと思うので、本当になんかフラッと来てくれんかなとは思った。この日の子ども食堂では源のマスの寿司とフードドライブで集まったそうめんなどが提供されました。おいしい。どれぐらい来る？大体来てる。毎日？週1ぐらい。提供するメニューはほとんどが企業や個人からもらったもので、子どもは無料で食べられます。おかずもあり、主食もあり、デザートまであるんで飲む飲むってさ、ヤクルトの会社いうことなんですよねこの日はデザートとして富山銘菓のパンコンタンも提供したのは、スイーツの製造販売を行うリブランです。新商品の、試作の段階でこうラインテストをするときに出る試作品ですとか、あとはあの賞味期限の近くなったもの、それからちょっと規格外になったものなどですね。今回は缶コンタンの試作品100個を子ども食堂に寄付しました。少し形が崩れているものもありますが、実際の商品とほとんど変わりません、はい、しかしあまり大量に出ると引き受け先が見つからないこともあります。そうなんですね。ちょっとタイミングが合わなかったりとか、そういうこともやっぱりあるもんですから、もう少し幅広くなれば、よりたくさんお渡しできることもあると思いますので、何かそういうシステムがあったりすればいいと思いますね。大事にしたい、もったいないの意識、
少しずつですが取り組みの輪が広がっています。子どもたちの嬉しそうな顔を見ると嬉しいし、何気ない会話もすごい大事かなと思っています。それがさらにこうフードロス削減にもつながるってことで、最高だと思います。食品ロスを減らすとともに子どもたちの笑顔につながるというのは嬉しいことですね、はい。県のネットワークに加入している子ども食堂は35箇所ありまして、家庭で余った食品の持ち込みを歓迎しているところも多いんです。そうなんですね。そう、私も、ね、家で使い切れない食材があれば持ってきたいなと。